屋根裏。これは私の同僚の家で体験した話。当時、私は職場で同期だった正則という男と仲良くしていた。正則は明るいやつで、おとなしめの私に比べると活発な分、仕事先でも感情をよく表にして、良くも悪くも自分の意見をはっきり言うやつだった。中には正則の性格を嫌う人もいたが、私はそんな彼のはつらつさが気に入り、デスクが隣同士だったこともあって、頻繁にいろんな話をしていた。そんな悩みのなさそうな正則からとある相談をされたのは、大きな仕事を終えた日の昼休みのことだった。なあ、お前さあ、物件とか詳しい？正則が天井を見上げながらつぶやくように尋ねてきた。普段ならまっすぐ顔を覗き込んでくる彼にしては私は珍しいと思った。どうしたんだよ、いきなり。いやね、最近引っ越そうと思ってさ。正則は職場から少し離れた賃貸に住んでいる。私も行ったことがあるがなかなか広くて綺麗な家だ。少しの通勤距離に目をつむれば羨ましいほどの家と言える。しかし、その通勤距離もたかだか20分ほどのもので、通勤時間ならさほど問題にならないはずだ。正則に訳を尋ねると、彼はこう答えた。あの家確かに良い家なんだけど、その分家賃が高くてさ。もっと貯金増やしときたいし、安くて良い家とかないかなって。聞けば、正則は家賃補助を含めても、毎月信じられないような額を払っているらしい。あれだけ良い家なら当然かとは思ったが、正則の給料が私のものと大差ないとすれば、確かに家賃の負担になることだろう。そんなに詳しいわけじゃないけど、よかったら探すの手伝おうか？マジで？じゃあ頼むわ。それから正則と一緒に物件を探し始めて数週間。いくつかの物件に目星をつけていた頃、正則からいきなり電話がかかってきた。めっちゃいい家見つけたんだけど、もうその家に決めてきたんだ。突然の話で私は困惑していたが、正則曰く、ふと不動産を訪ねてみると、ちょうど借り手のいない一軒家の物件を見つけたらしい。すでに内見にも行ったらしく、そこで撮られた写真も送ってもらった。その写真は見るからに古い家だったが、家賃の割には良い家だと思った。しかも、家具の一部もついているらしい。だが、私には心配事もあった。確かに悪くないけど、防災とかは大丈夫なのか？地震が起きたり台風が来たりしたら危ないんじゃないか？大丈夫大丈夫、そうなったら家から逃げればいいだけだから。そうやって調子のいいことを言う正則は、間もなくして元の家を引き払いすぐにその一軒家へ引っ越した。私がその作業の手伝いに借り出されたのは言うまでもない。私が実際にその家を見たのは、正則の引っ越しを手伝っていた時のことだった。引っ越しにもなるべくお金をかけたくないと正則に頼まれて赴いたが、家の中の様子は思っていたよりも古い印象を覚えた。冷蔵庫や棚を入れる幅を測るためにメジャーを片手に部屋の中を調べていると、一本の柱に細かな切れ込みが入っていることに気づいた。女の子の名前とともに日付も彫られている。聞けば、この家はもともと大家さんである女性が昔住んでいた家なのだという。何らかの事情でこの家に住めなくなった女性が、借り手を探して募集を出していたということなのだろうが、こんな柱を見ているとここに住んでいた家族のことを想像してしまう。とはいえ埃のかぶった薄暗い家が、全く不気味ではなかったかと言われれば嘘になるが、しかしその家にいる間、何か奇妙なことが起こることもなかった。正則の引っ越しも終わり、実際に住み始めて数週間が経ったらしいが、その頃になると正則から家に住んでみての感想を聞くことができた。やっぱり一軒家ってのはいいね。周りに家がないから、夜にギターの練習ができるのは最高だよ。家賃の割にいい家だし、雨漏りも全くないしね。そうそう、最近じゃ猫まで来るようになってさ。野生だけどたまに餌やってるんだよね。正則が見せてくれた写真には白と黒の毛色をした猫が写っていた。そのことだけは無類の猫好きで、ペット禁止の家に住んでいる私にとっては羨ましくて仕方がなかったが、
それを顔に出すと正則から思い切り自慢されそうだったため、そっけない態度をしておくことにした。たまにさ、屋根裏から小さい足音がするんだよ。多分ネズミじゃないかな。猫がそれを捕まえてくれてると思ったらなんだか愛おしくなってさ。そう語る正則の襟元から赤い湿疹のようなものが見えた。それを見て私は本当に猫が来てくれていると確信して、やっぱり正則のことが羨ましくなった。しかし、忘れられない異変が起きたのはそれからしばらくしてからのことだった。ある日、正則が出勤してくると、少し暗い表情をしていた。あからさまに元気がない彼に、どうした?調子悪いのか?と尋ねると口を開いた。実は最近、猫が来なくなってさ。よほど愛着が湧いていたのかと少し茶化してやりたい気持ちになったが、すぐに正則が暗い顔をしている理由が猫ではないことに気づいた。正則は、やばいものを見たんだ。と前置きをして、にわかには信じがたい話をしてきた。俺さ、猫がいつでも帰ってこれるように餌を置いて窓を開けたままにしてたんだよ。そうしておけば、猫がたまに帰ってきたし、朝起きたら餌が減ってることもあったからさ。だけど、猫じゃない奴がいた気がするんだ。猫じゃない奴ってなんだよ。俺もちゃんと見たわけじゃないんだけど、夜寝てたら猫が喧嘩する声が聞こえたんだ。3日前かな。なんだろうって思って目覚ましたら、そこに猫じゃないもっと大きい奴に見えて、猫の首元に噛みついてたんだよ。猫は逃げ出してそれっきりだし、俺も夢だと思ってたんだけど、部屋の中に血が落ちてて、餌も全部なくなってたんだよ。その話を聞いてゾッとした。正則はその何かが人型のように見えたのだという。その正体が何であれ、猫を襲ったというのであれば恐ろしくないわけがなかった。それ以降、正則の家では屋根裏から、ネズミのものではない重い足音が聞こえるようになったという。また別の日には、正則は確信を得ていない顔で、屋根裏に何かいるみたいなんだ、と語っていた。私は前の九段を聞いていただけに、すぐに家を出た方がいいだろ、と訴えかけると、正則もすでに家を出ることを決めたと言っていた。だが同時に、正則はこんなことも言っていた。でも屋根裏のやつ、やっぱり気になるんだよ。このまま家を出ていくのが正しいのはわかってるんだけど、その正体を知っておかなきゃなんか追いかけてきそうな気がして。私もその気持ちは理解できないわけでもなかった。もしここでその正体がわからないままになれば、どんな家に住んでいても物音がするたびに、そいつが自分を追いかけてきたような気がしてしまうと思う。自ら恐怖に立ち向かうのは恐ろしいが、正体を知らないよりも知っている方がまだ怖さが薄れると思った。なあ頼むよ、俺の代わりに屋根裏に何がいるか確認してくれないか?よりによって私にその役が回ってきて、真っ先にそれを拒否したが、今にも泣き出しそうな顔で懇願してくる正則を放っておけず、私はいやいやながらそのお願いを受け入れることにした。この九段はすでに大家さんや不動産にも連絡したそうだが、当然のように原因は不明のままらしい。大家さんたちが直接見に来てくれることもなく、おそらくは正則の勘違いで済ませてしまおうという魂胆だと思った。しかし、正則はすでに家から出ていくことを決めており、その旨も大家さんたちに連絡済みだった。手続きを終え、あとは荷物を運び出すだけとなり、私が屋根裏を確かめることになったのはそのタイミングとなった。気をつけろよ。私は空にした押し入れの中に入り、天井の板を外す。中は真っ暗闇に包まれていた。ライトを受け取るために正則の顔を見つめたが、今更私に罪悪感が湧いてきたのか不安そうな顔をしている。しかし、引き受けた以上私もここで止めるつもりはない。私はライトが灯るのを確認して、正則に代わり屋根裏の暗闇へと頭を突っ込んだ。最初に感じたのは、むせ返るほどの熱気と湿気だった。開いた窓から風が吹き抜ける室内と違って、そこは屋根から伝ってきた熱や湿気を無理やり閉じ込めたような空間だった。浮かんできた額の汗を拭い、私はライトを灯す。暗闇を覗き込むのは勇気が必要だったが、
ひるんでいても仕方ないと思ってパチッとライトのスイッチをつけた。屋根裏がパッと明るくなる。だが、私はそこでとんでもないものを目にした。壁には無数のお札が貼られていた。黄ばんだテープで止められているものもあれば、わざわざ釘を打ち込んでいるものもある。それを見ただけでぐるっと来るものがあったが、屋根裏にあったのはそれだけではない。隅の方に黒く汚れた恐竜のぬいぐるみが見える。その他にもプラスチックの自動車やソフトビニールの人形もあった。そして、そのどれもが黒く汚れている。もっと正確に言えば、それは黒いというよりも赤黒かったと言うべきかもしれない。よく見ると、壁のお札にもその赤黒い汚れがついている。それは指を伝って何かを書いたようにも見えるが、ところどころ書きむしられていて何を書いているのかはわからない。私はそれが血の汚れだと思った。おい、何かあったか？と正則が声をかけてきて、私はふと我に返る。改めて辺りを見渡すと、おもちゃがある隅とは別の場所に紙の束を見つけた。私はそれに手を伸ばして、屋根裏から持ち出す。何かいろいろあるみたいだぞ、と私と正則は二人でそれを見てみたが、はっきり言ってそれを見たことを後悔した。紙の束は、すべてだった。幼い子供が描いたような拙い絵だったが、その内容がとにかく凄惨だった。絵の中には女性らしい大人が一人描かれていて、そのそばに女の子が二人。そして少し離れたところに男の子が一人描かれていて、その子の顔だけが真っ黒に塗りつぶされている。その他にも男の子だけが描かれた絵は手足がちぎれていたり、何も載っていないお皿を見つめていたりしている。絵を見るたびにその幼さが増していったが、ある時から文字も一緒に描かれるようになった。もしかするとこれを描いた子が文字を学んだのかもしれない。しかしそこに、出して、の文字が書かれているのを見た瞬間、私は吐き気を覚えてその場で絵を伏せた。屋根裏の惨状や絵の内容を見る限り、過去ここで何が起きたのかなんとなく察することができてしまった。さらに吐き気がこみ上げる。言葉にするのもはばかられるそれを前にして、私と正則は家を飛び出した。しかし、その日は屋根裏に何か生き物がいたということはなかった。そして、私が屋根裏にいるあれの正体を見ることになったのは、正則が撮影した監視カメラの映像の中だった。正則は屋根裏の音が聞こえるようになってから、防犯のために自分の部屋へカメラを設置していたらしい。あわよくば猫が帰ってきているところを撮影したかったそうだが、猫がそこに映ることはなく、代わりに人型の何かが映ったという。正則は事情を説明した上で映像を見せてくれた。場所は私が入った押し入れのあるあの部屋。そこは正則が寝ていたベッドが置いてあり、窓を少し開け、猫がいつ来ても良いようにしているようだった。近くには猫用の餌箱もある。そして時刻は深夜2時。屋根裏からガタゴトと重い足音が聞こえたかと思うと、ガタン、と板が外される音が聞こえた。それには聞き覚えがある。押し入れから屋根裏へと続く天井の板だ。そして、スーッと押し入れの戸が一人で見開いた。しかし、そこには何もいない。まるでポルターガイストのようにも思えたが、すぐにあれが姿を現した。異様に細い腕、頭、胸、足。短い髪をした痩せた男が屋根裏から這い出ていたのだ。すぐにそれが人間ではないことがわかった。人間にしては明らかに痩せすぎている。骨の形がくっきり見えてしまうほどで、本当に骨と皮しかないような姿だった。男は音もなく押し入れから部屋へと降りると、辺りを見渡して窓際へと向かった。そこにあったのは猫のために置いていた餌箱だった。男は両手で餌を掴むと、頬張るように口に運ぶ。明らかに人間の食べ方ではなかった。男はふと窓の外を見つめるが、自分から窓に手をかけようとせず、何かに怯えるようにして再びゆっくりと屋根裏へ戻り、押し入れの戸を閉めていた。その間、正則に何かしようとはしなかった。だが、ただただ不気味だった。その映像を見終わった後、私は無意識に震えていた。それは正則も同じだったようで、その得体の知れない映像にただただ恐怖することしかできなかった。
私たちは最低限の時間で荷物をまとめてすぐに家を出ていくつもりだったが、屋根裏から持ち出してきた絵だけは戻せずにいた。これを戻しておかないとどんな因縁をつけられるかわからない、と思い、責任の押し付け合いの結果、私が絵を屋根裏へ戻すことになった。あの映像を見た後に屋根裏を覗くなんて正気の沙汰じゃないと思ったが、責任から逃れた正則は泣いて懇願してきて、私は再び屋根裏へ登ることにした。屋根裏は相変わらず暑かった。誰かがいたらしいその空間に私は絵を戻す。ふと私は、出して、と書かれたあの絵を思い出し、手に持っていた護身用の棒で壁の板を外した。これは換気のためだと自分に言い聞かせて、あれの怒りを買わないようにした。ここに閉じ込められているなら外に出してやることで、怒りを買わないと思った。それは正則には秘密にすることにして、私はすぐさま屋根裏を後にした。家を出ることになった際、もう一度大家さんへ今回の事件について報告しておいた。だが、お年を召した大家さんはそれを信じようとはせず、借りたばかりで家を出ていく正則に嫌な顔をするばかりだった。そして最後の荷物を家から運び出す際、私はふと屋根を見上げた。そこにぽっかりと開いた穴を見つけた。何かが内側から這い出た跡のようにも見えた。願いを叶えてやったんだから、私たちのことは襲わないでほしいとの思いで、金輪際その家には近づかないことを決めた。そう思っていた矢先、あの家の持ち主だった大家さんが亡くなったという噂を聞いた。それは正則以外の別の同僚から聞かされたが、同時に私たちの中でがっちりと繋がる過去の事件のことも教えてくれたのだ。あのばあさんがもともと住んでた家でさ、男の人が亡くなってるのが見つかったことがあるんだよ。その人、ばあさんの息子だったみたいでさ。あくまで噂だけど、生まれた時からずっと家の中で監禁してたらしいよ。で、そのまま大人になるまで外に出られなくて、そのまま亡くなったらしい。教えてくれた同僚は家の中としか言わなかったが、その監禁されていた場所が屋根裏だったことに私は気づいてしまった。それからはせかされるように当時の事件のことを調べた。大家さんだったあの女性は、もともと息子一人と娘二人の四人家族で暮らしていたが、対外的には息子が病気がちでずっと家から出られないと語っていたらしい。その当時から監禁は始まっていたのだろうが、誰も気づけなかったのだろう。何よりもおぞましかったのは息子だけを閉じ込め、娘二人は普通の子として育てていたことだ。あの家に初めて行った時、私は子供の身長を刻んだ柱を目にした。だが、あそこには女の子の名前しかなかった。しかも、あの親はとても信心深い人で、お札が悪いものを取り除いてくれるといつも語っていたらしい。あの厚い屋根裏に閉じ込められ、お札に囲まれ、食事も与えられず、おもちゃや紙を与えられるばかりの成人男性。そう考えると、男性にはきっと生まれながらの何かがあったのかもしれないと想像してしまった。亡くなった大家さんの死因はわからなかったが、私はあの人型の何かが大家さんを襲ったのではないかと思っている。その動機が復讐だったのか、はたまた外に出られたことで、自分の母の元へ行ったのかはわからないが、大家さんの本性に震えが止まらなかった。現在、家を出た正則は他の家を借りておとなしく暮らしている。私も正則も今は新しい家に行くたびに、その家の屋根裏に何かが隠されていないかよく確認するようにしている。ないとは信じているが、もしかしたらあの男が、私たちの家の屋根裏に住み着いているような気がしてならないのだ。